今のお気持ちはいかがでしょう。あ、嬉しいです初めての入学式ですか。はい。そしたら考えもひとしおですよね。そうですね。お子さんには学校でどんなこと頑張ってほしいと思いますか。お勉強。あ、お勉強、ま、頑張ってもらって。学校で一番やりたいことって何ですか。お友達と遊ぶこと、勉強すること。あ、お母さんと一致した。お母さんもね一番頑張ってほしいこと勉強だって。頑張ってね。令和3年度大広島市立大曲東小学校入学式を行います。大曲東小学校の新1年生は70名。北広島市で2番目に多いんですって。まず校長先生のお話、挨拶はしっかりしましょうでした。この学校は元気がいっぱいで楽しい学校です。次に生徒代表のお兄さんのお話。勉強できそうだな、このお兄さん。この学校の楽しいところはたくさんありますが、今日は3つ紹介します。1つ目は運動会です。運動会というのは2つの面白いことがたくさんありそうな学校。楽しい気持ちがどんどん膨らんできたよ。はい、じゃあ皆さんもう一度挨拶します。挙手。はい、おはようございます。おはようございます。先生の名前は橋本先生。はい。マグロじゃありません。サンマでもないです。で、サンマさんというよね。先生の名前はカツオです。カツオ。はい、もう覚えました。明日は8時ぐらいまでに必ず学校に来てください。ね、で、忘れ物しないように。山本先生、お待ち。はい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 。ブーなんて言ってた。先生の名前は山本先生。山本先生。はい。みんな覚えた？はい、はい。せーの、はい、で。山本先生。明日はなんてボーガン先生とか言わないでくださいよ。はい。やっと1年生を迎えまして、とても嬉しい気持ちでした。はい。初めての入学式ですか。あ、違います。上の子6年生でいるので、はい、2回目ですね。そうですか。はい、お子さんはお子さん、お子さんいい、ちょっとお話聞いてもいい。担任の先生のお名前は分かりましたか。誰。カツオ先生。そう、優しそうな先生だった。小学校入って一番何がしたいですか。まだちょっとわからないかな。あ、とってもなんか楽しそうでよかったなと思ってます。もうおめでたい気持ちでいっぱいです。山本先生、うん、今日の気持ちがすごく嬉しいです。娘の晴れやかな晴れ舞台に、ね、無事に入学式できましたもんね、はい、すごく嬉しいです。お写真撮りました。写真いっぱい撮ったよね。コロナの中でちょっと心配だったんですけど、保護者も2人入れてよかったです。はい、学校ね、先生のお名前は覚えた。うん。なんていう名前だ。井本先生。あ、すごい素晴らしい。小学校に入って何をやりたいかな。
勉強。いや今日の感想、今日の感想ですか。はい、いやおめでとうってぐらいで初めての入学式ですか。いや3人目なんで。そうですか。そしたらもう慣れたものです、ね、もうそうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の感想いかがですか。感想だって一言どうぞ。嬉しいです。言葉が出ない。涙は出ませんよね。卒業時に取っときます。そうですね、はい、あと6年後まで取っとくということで、おめでとうございます。ありがとうございます。担任の先生のお名前覚えましたか。カツオ先生。ありがとうございます。学校に来て一番したいことは何ですか。お勉強。ありがとう。Okay. 双子さんなんだ。ちょっと並んでくれとこ。二人で一緒にご入学ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。学校で一番最初にどんなことがしたいですか。学校で何したいですか。ちょっと難しい。なんかすごく嬉しい、うん、ランドセルそれぞれ違う色だけれど自分の好きな色を選んだの、うん、素敵なランドセルだね。そうというかどうですよ。あ、嬉しいです。やっと初めての。あ、2人目です。あ、そうですか。お父さんいかがですか。いやもう嬉しいですね。はい。どんな風に育ってほしいとかってあります。優しい子にのびのびと、はい、もうね、ご両親の笑顔を見たらきっとのびのびと優しいお子さんになりますよね。学校に来てどんなことやりたい。うーん、遊びたい。お友達。